え、今日はこの後何かあるんですか、しおんたん。何だろう。え、じゃあなんかさ、え、飲んだ後にさ、なんかさ、なんかするのかなと思って。え、なんかする？なんだろう、映画見るとか。え、でもさ、映画見てたらさ、寝ちゃうでしょ。じゃあなんか昨日ね、ラミーと映画、ね、なんかさ、ツイート見たよ、なんかもう破局したって話。あ、そう、破局したの。なんか映画見ようってなったんだけど、うん、でもさすがに長い映画はきついかってなって、うん、短いの見ようって言って1時間半以内つって、なんか1時間の作品を見たのね、うん、したら、なんかあの、なんか、え、何見たの。え、なんか、で、あの、なんだろう、この微妙な反応しちゃった上でもう作品名は上げられないフェーズに入ってるんだけど、なんか、あーいってなったのね。うん。なんかそれでしらけちゃって、で、ラミ帰ってたの。で、次の日、一緒にご飯食べようっつったけど来なかったの。破局。完全に破局です。ジャンルはさ、なんかどういう感じなの？ホラー。え、君たちなんでさ、ホラー見ようと思うの。なんだ、だからスリル感いいじゃん、スリル感は。破局しそう。君たちも、だからこれはアドバイスしようと思って、君たちに。枝豆美味しいよ。アドバイスあるから、うん、君たちも、だからね、女の子と映画見るときにね、あ、うん、何何よ。なんか、うってなった。君たちも女の子と映画見るために、あの、映画のチョイス見するとこういう、あってなって、そこは気をつけてくださいと。そうだよ、ホラーなんてね、うん、え、何見ればよかったんじゃ。恋空か、恋空か。何それ。え、知らないの。携帯小説から始まったスイーツなら。え、何見るんだろう。何見るの。ディズニー。あ、でも言った。でも美女と野獣見ようっつったの。うん。したらなんか、あ、ベジターじゃー、はい、マサラーとか言われて。見たい、美女と野獣。え、見たいの、うん、え、見ようよ、じゃあ今から。え、最近ね、ジブリ見るのにハマってる。え、ジブリ、うん、ジブリめっちゃいいじゃん。ジブリって DVD しかなくて。はいはいはい。え、ジブリ、何が好きなの。何が一番好き。一番好きなのは、うん、ハウルがめっちゃ良かった。あ、ハウルはいいよね。ハウルはでもなんか一回見ただけだとどういうことやってなるけど、そう、解説とか見た上で、あって、はいはいはい。え、ラミーちゃんは何が見たかったの。なんかラミーは、なんでもいいって言ってて、なんでもいいよって言ってて、え、うん、じゃあこれはって言うと、これ、どっちでもいいかなみたいになってて、あ、なんかせっかくならラミーも見たいってなったやつがいいかと思って、うん、見たいって言うまで探して、1時間で終わる映画があったから、これはって言ったら、うん、なんか、うんうん、いいよいいよ、見よう見ようみたいな言ってたから見始めたけど、なんか、そこを冷めちゃ、なんか冷め冷めで、あ、なんかあれ、なんか冷めてんな、みたいな。なんか冷めてんな、なんかぶっちゃけ船長もちょっと冷めてた。そんな、あれだったのね。怖くなくて。怖くないホラーってこと。うん、序盤はおーってなったけど、なんか、うーんっていう感じだったね。うん、なんか。残念だったな。でもそれでラミーとは破局になってしまってね。残念ながら、そう、合鍵も返してもらいました。ガチじゃん。いや違う、あのね、ちょっと、うん、元はといえば、あの日来るっつってたから、うん、ポストに鍵入れてただけで、ガチで合鍵を交換し合ってるという言うわけじゃないからね。そうなんだ。そこまでガチなっちゃないからね。ね、なんかそう、全然説明しなかったから、なんか一生合鍵で自由に。なんかガチなのかと思った。いや、ガチ、いや、その日だけ貸してただけだからね。なんかノリで合鍵って言ったから、なんかみんなが、え、合鍵交換してるってなっちゃったから、あ、なんか言い過ぎた、盛り過ぎたってなっただけで。なるほどね。まあ、という感じですね。イエーイ。はい、はい、うーほほ、うー、せーの、ゴーゴーレッツゴー。